米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手が27日日本時間28日本拠地エンゼル・スタジアムで行われたオークランド・アスレチックス戦に3番 DH でフル出場した1回に左中間フェンス直撃の二塁打を放ちメジャー自己最長の12試合連続安打とした3回はレフト前ヒットで2試合連続マルチ安打をマークチームは4対3で勝利した 大谷らしい一撃だった。一回、ウワンジェームズ・カプリリアンの甘く入った96マイル、154キロのシンカーを捉えた。ネビン監督代行がロケットと表現した弾丸ライナーの打球が、左中間フェンスを直撃。あとわずかで本塁打という二塁打だった。この一打で、自己最長の12試合連続安打をマークした。さらに節目の今季150安打に到達した。投手としてイニング数、 153脱三振203は150をすでに超えメジャー史上初の投打3部門のトリプル150達成ともなったシーズン150安打は日本人6人目だ3回は内角フーシームにバットを真っ二つに折りながらレフト前へ運んだ2試合連続のマルチ安打で打率は今季最高の2割7分3厘まで上昇した敵地オークランドで中継した放送局 NBC カリフォルニアの実況席も脱帽の一撃だった初回ツーアウト走者なしでアスレチックスカプリリアンの真ん中付近に入ってきた速球を大谷が強振左中間フェンス直撃です大谷はツーアウトから二塁だあまりにうまく逆方向に運びましたねと実況は大谷の打撃を高く評価したインパクトの炸裂音に注目し彼のようなバットの音ですと大体いい柵越えなんですがと話した すると2010年に史上19人目となる完全試合を達成したアスレチックス OB のダラス・ブレイデン氏はどこに投げてこようが関係なく宇宙間から左中間までボールを飛ばす能力こそが大谷がスペシャルな理由なんですねと分析画面ではこの時点で放った今季150安打の内訳が表示されライト方向が67本センター方向が44本 レフト方向が39本と紹介されたこれを受けブレーデン氏は内角低めのボールもセンターや左中間方向に打ってしまいますこれができるのは怪物的な能力怪物的な強さなんですよと二刀流の技術とパワーに感心していた惜しくも作越えとはならなかったものの大谷は敵地メディアにも大きなインパクトを残した残り8試合登板も 日日と10月5日の残り2試合確実に言えるのは去年よりいいシーズンになっていると語る大谷個人として充実したシーズンの締めくくりへ向けラストスパートに入ったエンゼルスの大谷マニアとして知られ米放送局 FOX ス,スポーツでアナリストを務めているベン・バーランダー氏が27日日本時間28日エンゼル・スタジアムで行われたアスレチックス戦で始球式を務めた。 マイナーリーグでプレー経験を持つバーランダー氏はミッキー・モニアック外野手へストライク投球。試合前にはメディアの取材に応じ、今季のサイ・ヤング賞争いに言及した。アストロズのジャスティン・バーランダー投手を兄に持つベン氏。今季のサイ・ヤング賞争いでは実刑が17勝、防御率1.82の2巻で最有力候補に上がっている。大谷マニアで知られるベン氏だが、自分の兄だといいね。 サイ・ヤング賞なら3回目になるけど家族全員が感情的になるだろう2年間欠場してのカムバックとても嬉しいし誇りに思う39歳でキャリアハイの成績を収めるなんてと絶賛していたただ14勝防御率2.47の好成績を上げている大谷も候補と見ている翔平大谷は候補に入るからとてつもないことだね それぐらい今シーズンはマウンドで活躍しているサイ・ヤング昇級の投手でもあることはとてもスペシャルなことだよと語ったまた大谷対ジャッジで注目される MVP 争いについても言及したジャッジは MVP 級のシーズンを送っている最も価値のある選手でいえば投打で貢献しているのは翔平だと変わらずに主張していた AP 通信のグレッグ・ビーチャム記者はプレー以外にも注目しているビーチャム記者は自身のツイッターにこんな一言を記した「翔平大谷は面白い感情表現では未だ満場一致で MVP だ」その上で大谷の豊かな表情を捉えた3枚の写真を公開した内野ゴロに倒れた後の険しい表情二塁打直後のベース上で浮かべたクールな表情打席を外して天を仰ぐ表情を収めたものだ コミカルに受け取れる表情もあってか、米ファンから爆笑とのコメントが寄せられた。米スポーツ専門メディア、ジガスレチックは、エンゼルスの今季を振り返り、残念なシーズンを特徴付ける試合として、大谷が8打点を記録しながら敗れた試合を挙げている。記事は、今季の象徴的な10の出来事を紹介。その一つに6月21日。 日本時間22日に本拠地で行われたロイヤルズ戦を挙げた延長11回の末に11対12で敗れた試合は大谷が躍動6回に14号スリーラン9回に同点の15号スリーラン2本の犠牲フライで4打数3安打8打点と打ちまくったが勝利を手にできなかった記事によると大谷とマイク・トラウト外野手が共にホームランを打った試合 もしくは1試合で共に複数打点を記録した試合で今季は8敗しておりこの試合はそのうちの一つだったと伝えているさらに大谷はこの試合でチームを背負って勝つために全力を尽くしたがそれでも十分ではなかったようだと論評している大谷やマイク・トラウト外野手が打っても勝利につながらない状況を示すナオへの表現は日本で広く知られるようになっているが 米国内でも同様の意味でタングステンアームオドイルと表現されている。記事はタングステンアームオドイルの例は多くあったが、この試合がその虚しさを最も表していたかもしれないと指摘している。